今日も一日お疲れ様、どうもしくです。鈴木です。トラブです。今日の企画は、どうして男はそんなにも手料理が好きなのか。言われてみればそうやんな。うん、女の子からしてもなんでこんなに男の人って手料理好きなんて思ってんのかもしれない。いやー、ありえる。間違いない、実際好きやし。合ってるよね。いやいや、合ってる合ってる。ちょっと肝おもろかった。なんだよね。間違いなくそんなことやったよ。グッタイとグッタイプの実際どうですか。いや、そう、好きでしょ。好き。好きやね。俺も好きです。てかもう食ったら好きになるまである。あ、そうそう、そういうこともあるから。うん、なんでこんなに男が女子の手料理好きや。それについてちょっと考えていきたいと思います。はい、それでやっていきましょう。うそ、うそ。いや、ほんまなんであんな好きやろ。なんかその受け入れられた感はなんか、手料理を食べさせてもいいなこの人にって思われた感。あー、なるほど。そう、だからそれ込みで、それが調味料。うまいこと言ったったからがすごい。なんかプンプン顔がなだけど。いや、それはでもほんまに一番の調味料じゃないでしょうか。え、これ例えばさ、その大学生の時とかに宅飲みみたいなことして、うん、女の子の家でやって、うん、その子がなんか手料理パパッと作って出してくれたって時はどう。そういうのでも嬉しい。それも嬉しい。あ、まあ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 、そうやな、それも嬉しいな。うん、なんか特別な一面を 見た感もある。プレミア感がめっちゃある。わかるわかる。あ、そうか、普段見えてないところと一緒なんかもしれんな。うん、うん、だお尻と一緒かも。お尻見てるようなもんなんかもしれん。そう、内ももとか、うん、プレミア感の手料理っていう、うん、いや、安行きのめっちゃわかる。そうやな、受け入れてくれたかも。そうそう、あ、そうそうやな。年々それってさ、知っていって、昔は俺知らんかったけど、うん、女子との交流が増えるにつれて、向こうも手料理作るのって結構緊張すんねんっていうのを知って。あー、なるほど。そんなちょっと緊張するものを、例えば刺しとかやったら、刺しで料理振る舞ってくれるってなったら、そんなことをやってくれるって刺し食ってた時よりもなんか特別ってわかるから。いや、そうやな。そのわ、そこまでもう俺はしてもらえる関係性まで来たんや。いや、マジでそれ。だからお尻と近いよな、ほんまに。その恥ずかしいところを見せてくれてるみたいな。緊張するもんやし。まあ、なんかその勝負下着の方が近いかも。特別というか、うん、今の話で言うと、あ、そこまでしてくれるんや、もうブラってこと。そう、だから準備してくれて、セクシーな下着で着てくれるぐらい準備してくれてる。なるほどね。結構そうやな、マジでパーソナルな部分を見せてくれてるみたいな。いや、そうやな。お尻、うん、お尻とか転職サイト出てきた。あれやな、あの複数人で出てくる時の手料理はお尻で、その刺しで出てくる手料理は勝負したりみたいなとこはあるやん。おー、なるほど。お尻の方が奥じゃない。いや、俺ちょっと思うの。いや、俺もでもお尻の方が奥やけど、やってくれた感はないよ、お尻って。いや、だからお尻を見せてくれるってるって話やからな。そう、いや、だからその恥ずかしさのハードルを超えてくれる。じゃあお尻か。刺し飯がお尻じゃん。お尻みたいな、うん、じゃあみんなの時は下着ぐらい。でもそんな事前準備とか、その心のハードルないや。ラッキーつけるパンツ。まあまあ、パンツパンツ。でもパンチラか。そうそう、パンチラ。ああ、そうなのがしてる。パンチラやな。パンチラでお尻か。階段やな。ああ、でも他にも絶対あるやろ、そのなんていうの。そういう話以外にもな。奥を見せてくれてるとかじゃなくて、料理っていうものに対するなんかその男の憧れ。やっぱでもほんまに母みたいなところはあるよな。そのまあまあな、母みたいなところはあるよな。家庭的でも俺手料理って結構、うん、その勝手に思ってんねんけど、うん、食に対する価値観が結構出るなというのは勝手に思っていて、その振る舞うにしてもハンバーグだけを出してきて、米とか何かやが全くなく、うん、ハンバーグ単品ボンって出てくる人と、うん、そこに少しでも何かしらを足すって価値観だと思う。分かるよ、分かるよ。俺は結構米ないと食われへん派やから、うん、だから俺が作る時は絶対副菜とかまでは用意できんけど、うん、米と甘辛いた、うん、米は出てます、ね、ってなったらもうそういう価値観、うん、で結構乗ると思ってるから、うん、そういうのを知ってそこが自分と近かったら嬉しいかもしれない。なんか女の子の家行ったら本棚ちょっと見ちゃうみたいに近いな。そういう本読むのか、この子はみたいな。そうやな。どういう料理出してくれるのかな、うん、え、でもほんまにそうやけどね、薄い味が好きなのか濃い味が好きなのか。あ、それまで、うん、その生活感がやっぱそ想像できるやつ。うん、飯周りの価値観ずれてたら俺結構きついから、うん、それが合ってるとめっちゃ嬉しいかもな。そうね、そのそうなんですよね。そのなんかご飯に対しての評価が低い人は確かに僕難しいですね。
そうやな、その価値観が薄い人、うん、なんかご飯食べなくてもいいよ別に私今日夜みたいな人いるやん。あーいるいる、ご飯を食べたいんですよやっぱ。いやー、常にどんな人かそういう話ですね、うん、なんで急に熱こもったら敬語なの？やっぱ論やから論してるから逆にさ、その丼をドカンみたいな感じで出してくれるのか、ちょっと小鉢とかこう入れてサラダとかこう足してくれるのか、どっちぐらいしか。いや、これはもう俺トントン。あ、そうなんや。ガチで僕はそれで言うと小鉢から僕も小鉢、ね、うん、なんか素敵だなって思う、うん、それこそこいつ昨日自炊してたけどさ、はいはい、しました。なんかそばに卵焼き炒めてポンポン乗せて、うん、男飯やなみたいな、あ感じだったけど、女性ならではやんな、なんかその小鉢とか。そうね、なるほど、なるほど。毎回丼やったら確かになんかそのパパッと作って丼っていうのは俺好きな、牛丼みたいな、うん、あー確かにの。いやでもこれやっぱ自分の母に近い方に単純に惚れてまうっていうのはあるんじゃないかなって思うな。あ、そうなんだ。俺は何やった小鉢。あ、そうそう、小鉢とかなんかその品目多い系のお菓子とか、それにやっぱ近いとこいいなってなっちゃう気がするよね。単純にこれは申し訳ないけど、で家がそういう良き食卓系の家、うん、やったらもう離れられへんやろな多分息子は。そうだから、あ、そうね、そうね、それはそうか。それが理想って何ですかって言われたら絶対そこに行くやんな。うちは結構その飯、お母さん飯作るの下手やな、自分で言ってる系の家やったから、そんなに幻想、幻想というか、なんかそんなにないんだけど、でもだから逆に超えてきたら、そんなに出ることあんのみたいな、えぐってなるから、まあ一緒やと思うんだけど、別に。これお母さんと比べられるのほんまにやってよう言うよな。いや、それあるよね。それはもう申し訳ないけどね。これだから不思議よな、男を別にお父さんと比べてもそんなに嫌じゃなくない。でもお兄ちゃんやったら嫌なんじゃん。おー、でも兄ちゃんは兄ちゃんやからな。なんかちょっと嫌かも。何を比べられるのかな、うん、そうか、だから金銭のこと。ああ、金でな。そうそう、金持ちってこと。そう、兄ちゃんがもっと金持っちゃったとか。え、でも単純に兄ちゃんもめっちゃかっこいいとかあるんで。ああ、それちょっと嫌かもな、うん、確かに、うん、その男力って意味で言ったらやっぱ年収とかじゃん。うちのお父さん稼いでたからな。ああ、そうかってなんだ。まあそれで求められたら確かに嫌や。料理と一緒で、おかんがこうやったからって言われたらそれは嫌やな。あ、そうかそうか、ほとんどがこうやったからもっと稼いでやって言われるってことで。そういうことか。そうだ、私はちっちゃい時は海外行く時絶対ファーストクラスだったけど、あ、言われるってことで。だからそっちの方が嬉しいなって言われる。まあそんなかそうも言わんけど、俺らで言ったら味噌汁もっとこうやったけどなっていうのがちょっと腹立つということで言ったらそういうことや。なるほど、そうそうよ、そうそうよ、すまん。なんかけど聖域に立ち入った感もあるよな。やっぱそうだよ、そこなんや。聖域に立ち入った感はね、なんかね、女の人のが料理を作るって結構ハードル高いと思ってて、やっぱりその緊張すると思う、うん、俺らが料理作って出すより、うん、俺らが作ってさ、なんか出してまずいって言われてもさ、まあ、なんか笑えるやん。あ、なるほどね。そうそう、でも女の人からしたら世間的にやっぱこう、これまずいって言われたらダメな、そうそうそう、楽に汚されるんちゃうかみたいな、そうそうそう、ダメ女みたいな感じ な俺らは別に思わへんけど、世の中的にそうなっちゃうかもしれんっていうのはやっぱ絶対あるから、女の子って、うん、昔から育ってきた中でって中でそのハードルを超えてでも出してくれるんやっていうのがやっぱ嬉しいっていうのが、そういうことかも。そう、なるほどなるほど、でかい俺は。いや、あともう一個ありました。何です？手紙みたいなもんだなと思います。あ、どういうことでしょう。あなたこれ好きでしょとか、あなたこういうの好きやもんねとか、あなたってこれ喜ぶんかなっていうのがもう料理って結構こもるやん。ああ、何作るか、何を作ってくれたのかとか、なんかストーリーが結構あるやん、うん、料理、うん、そういう意味でもとても嬉しい。なるほどね。プレゼントで一緒やん。そう、だから女子がその手紙って嬉しいよねっていうのと、俺らが手料理って嬉しいよねっていうのは、うん、ちょっと近しいものもあるな、うん、なるほど、うん、そんなとこまで気使ってくれたりとか、うん、あるやん、うん、確かに素敵やな。手料理最初に食べた日覚えてる？手料理何作ってくれた？女の子の手料理一番初めに食べたらいつやろ。あ、いやいや奥さんでいいよ。何やろその前は。え奥さんでいいよってか奥さんでしかないけど。おいちょっと会ってほしいな。ほんまに思い出したけど、いやいや、あるはずやね。カタ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 。え、何やった？マジ奥さん覚えてる？奥さんこれやばいぞ。いや、これはやばいぞ。覚えてる？え、何じゃ何じゃ作ってるの覚えてる？データフォルダ遡ったら俺は。いや、お前覚えてない。一発目写真撮ったってこと？そう、俺はもう全部写真撮ってるから。あ、一発目撮ってるから。一発目に撮ってるから、多分もう熱いけど、
うわ、ごめん、覚えてないわ。謝っといた方がいいんちゃう。これはこれあかんのかな。いや、これはあかんちゃう。すいません、覚えてないです。でも、それは覚えてない。そんな感じはよかった。それは覚えてないです。ブレイキングダウンに覚えてない。それは怒られるって、それは。いや、さすがに覚えてないよな。覚えてないな。だって近づいてきやもんな。うん、結婚してからじゃないもんね。女の子ってそれいいのがさ、その例えばクリスマスやからとかで、うん、ちゃんとチキンをこう焼いてみたりとか、なんかトマトにポテサラこう突っ込んでくれたりとか、うん、なんかそういう彩りでさ料理も作ってくれるやん、うん、そういうのマジで素敵よな、うん、まあ、男にはないよね。ないない、七草粥とか用意されたら、そうそうそう、感動するよ。ちゃんとその行事ごとにみたいな。あ、分かる分かる。そういう手料理もめっちゃいいよな。難しいかね。私は全然覚えてないけど。覚えてないか。もう俺覚えてないけどな、正直。でもほんまにそれこそマジで記憶の容量違うなと思わん。あ、もうギターとテラぐらい違う。いや、めっちゃ覚えてんだじゃん、同じ人。すごいよな。俺だから文系に女子多いのもうそこもあると思うね。あ、なるほどね。記憶力良すぎて勝てる気せえへんもん。え、理系はその記憶力ゲーじゃないのこれ。違う違う。あ、理系の方が多いからじゃん。文系は。なるほどね。なんか覚えてな解かれへんやん。でも公式とかも覚えとかって取れるんだね、すごい。でも公式って出せるから、あれ。へー。物理とかもそうなの。最低限だけ最低限覚えてない。覚えとけば、そうなんや。その時に作れるから、あの公式何やったっけだと考えたら出せるから。へー、かっこいい。だからその覚える量はもう圧倒的に少ないと思う。へー、かっこいい。絶対勝てへんなと思うもんな。こんなにその日々記憶力を積み重ねていける人種と戦えるわけないなと思う。そっちで。でも食にあんま興味ない人でもさ、やっぱ手料理作ってくれたら嬉しいってなるやん。うん、うん、だからやっぱりそういうことなんちゃうかなと思うな。その性域に触れられた俺はみたいな。それでかいな、うん、あんま本気で考えたことなかったけど、うん、だから俺その昔ほんまに大学生、お互い大学生ぐらいの時代に、うん、料理なんて作ったことないでって言ってて、彼女がそれでも作ってくれた時はその家庭とかってもうめっちゃ変やったけど、うん、むっちゃ嬉しかったし、むっちゃうまかったしな、うん、そうやな、そうやな、味うんぬんというかやっぱ嬉しいやん。で、まあ、やっぱ手間かかるって分かってから余計嬉しいかもな。あ、そうやな。あ、別に男の子でも嬉しいもんな。友達でもちょっと嬉しいもん、作ってくれたら嬉しい。だからそんな七面倒くさいことを、しかもハードル高いはずのやってくれるという嬉しさ、うん、なんかそう覚えてくれてて、これを作ってくれたんやとか乗るから確かに手紙に近いかもしれない。わかるわかる。ハンバーグ好きやねんって会話を拾ってハンバーグ今日作ってんとかやっぱ嬉しいもんな。あ、じゃあ極論かもしれんけど、じゃあご飯作ってもらったか一緒にお風呂入る、どっちが心許されたなって。いや、心許されたな。いや、受け入れられたなって思う。そんなもん一緒にお風呂やろ、どう考えても。いや、それだからまあみんな言ってちゃうかな。心許されたのか。いや、飯じゃない。いや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 、もう来たね。お風呂はその相当やろ。いや、お風呂は体許されたな。やんか、分かるな。でもちょっと言ってマジ俺分かるで、うん、恥じらいがその性的な恥じらいしかないなと思う。あ、てかワンちゃんさ、その付き合ってなくてセフレとかでもさ、ちょっとテンション上がって一緒お風呂入るとかもあるやん。あ、で女の子がしたらワンちゃんその飯作る方がハード高いんちゃうかなって俺思うね。女の子やってよ。あ、なるほど。そう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 。まあでも嬉しさがやっぱ違うな。エロ的な嬉しさがやっぱお風呂一緒に入っていただけるっていうのは、うん、うっひょいっていうエロやから。別にそんな、なんかちゃんとエロい小僧うっひょいって久しぶりに聞いた。許されたとかはないから。ああ、そうか。それは変な話よ。お店とかでも別に風呂一緒に入るもん。そう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 。でもやっぱジョーは飯は作ってくれるもんな。確かに確かに。ごめんごめん、お前深かったよ。そうやろ。うずぶます。うずぶますよね。やっとるかめっちゃあるんですよ。うずぶますやつ。うずぶますたやつ。超えたろかな。昔。50万人行きました。ありがとうございます。したら出てきそう。うずぶますたやつ。昨日とちょっと頼んだったら、あれ。なんなん、ブー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 いい。なるほど。でもほんま正義ってところが見つけるんかもしれない。そうやな。ちょっと聞いてみたいな、女の子に。ワンちゃんもしかしたら下着に見せるより高いっていうこといつもは気づくんだけど、言われてみれば。そうそう。てか自信のあるなしもでかそうやしな。あ、体もさ、めっちゃ自信ある鍛えてる人ってむしろそうぞって感じになるけど、みたいなのもあるからな。どうだ、男の人にいいって言われてる体の持ち主の人はもしかしたらそうかもしれない。確かにそのハードルある。
これ逆にさ、女子からしたらその手料理みたいなものあるのかな、男の男からする女子の手料理みたいなもんって受け入れられたなと思うみたいな。女子からしたらなんなんやろな、友達に合わせてくれたとか。ああ。いいラインじゃない、精液で、そう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 、おしみ買わしてくれるとでもほんまハグされてるような思いやで、手料理なんかもうお尻って言ったりハグって言ったりもう包み込まれてるようなもんじゃない。お尻で、お尻でもやお尻でもやね。何やん、お尻でもや突っ込んだ音圧やったけど突っ込めてたのかな。そうそう、俺もなんかお尻ちゃうわって言われるから、でもお尻でもやってまさかの背中を押されるっていう加速させられる止められるんかなと思ってまさかこう押し出されると思ったやんか俺も。そんな感じですかね。そんな感じやな。これちょっとコメント欲しいですね。ちょっと押してほしいですね。なんで男がなぜ女子の手料理がこんなにも好きなのかでした。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。で、現在僕たち宿賀市の新体制になって初のオフ会のチケットが発売中です。概要欄からね、買えますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、そのついでによかったらね、チャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。そうですよ。高評価もよろしくお願いします。お願いします。コメントもよろしくお願いします。はい。SNS のフォローもよかったらしてください。はい。ということで、今日も一日、お疲れさん。